はじめ。うわすごいのけぞりです。でかい。いきなり自爆です。はい。すごいですね、あれ。相手のパンチを避けようってことなんですかね。後ろに取った体勢で。はい、誰でもニュートリノの攻撃範囲がひどい。破壊力ありますね、ニュートリノ。これ。引き落とし。これは一回絡んだので、ニュートリノの方を、はい、落として、デカールの方はダウンからですね。お、速攻で立ち上がった。背中のメカボックスが足に引っかかる。カウント取ります。わあ、大丈夫大丈夫。2、3、4、これなんかダウンが落ちましたように見えないですね。ダウンですよね、これ。これ気持ち悪いですね。あー、すごい、見事パンチをすり抜けた。見事は、でも引き落としにはめちゃめちゃ弱そう。やっぱりバランス、バランスは良くないですよ。ただパンチは良くんだもん。はい、はい、本当にパンチは良けてます。どっち側にもあの体勢取れるんですね。どっち側にもあの体勢が取れる。攻撃を避けるには非常に有効なんですけど、引っかかっちゃった時にね、変わりやすいなんですよ。セーブ、これは、これ西野さん、こういうこと出にくいんじゃないですかね、デカール、この体勢だと。どうでしょう、多分ね、出やすいはずなんですよね。ファイティングをうまく使っていないということだと思うんですよね。さあ、はい、あー、やばいと、ビブギアに追い詰められたデカール。これ。さあ、この場所から逃げたいのかな。逃げません。では行き過ぎて倒れそう。落ちそうです。今はニュートリノが中段を取ってます。この引き技が有効なんだけれども、あー、倒れました。スリップ1、2、3。デカールが今中段を取られてます。はい、デカールは残り30、20秒。勝者、青コーナー。素晴らしい、高校生大活躍ですね。